SCP シークレットファイルズ、ついに9月の13日にですねリリースされました。SCP シークレットファイルズ、まあ極秘ファイルということで日本語名はなってますけども、まああのね SCP のゲーム、最新ゲームでございます。謎のチラリ感があったね。さあ、このまあファイルズということなんで、なんか元々なんかあらすじを見ていった感じ、主人公はまあ SCP の職員、新人職員となってまあいろんなね、まあ現象に、を回収していくみたいな話で、まあ詰め合わせみたいな感じなのかな。はい、アソートパックみたいな。なんかいろいろゲームが変わるらしいけど、僕はカール、アール・アスター。数ヶ月前、僕はエルマチのライナーで卒業論文を書いていた。ここのパイは口に合うのだ。この店のパイは食えたもんじゃないな。けど、ワックスは固めたみたいな、もっとゆっくり読ませてくれ。僕は店内にまだ空席があることを確認すると男に言った。ん？あ、話しかけられてんか。すみませんが、どうなった様でしょう。僕に用事でも。どこ人が座ってるんです。開けてくれませんか。開けてくれ。男は返事もせず、言葉を続け返事しろ。うむ。君はもうすぐ卒業する。そして仕事を探している。我々にはちょうど君にぴったりな仕事がある。神秘的で崇高な仕事だ。男は付け加えた。神秘的で崇高？すいません、興味ないです。粘んな、粘んな。焦るな、もっとじっくり考えたまえ。そう言って僕は、男は僕に名刺をくれた。名刺の表面は黒く、片面には大きくも小さくもない。3つの文字が印刷されている。SCP。 そんなもろ出た。おお、言うんかい。手紙をタップして開封。ワシントンのストリート通りのマディソン5373と。大丈夫？カールアスナ本当におらんか？本当は読めません。カール・アスターさんは SCP 財団へのご入職おめでとうございます。早い。財団は記念の学識と組織を高く評価し、我々にふさわしい人材と確信しております。記念はアーキビスト助手として、資料部門第3チームに配属されます。チャック・アウアー、ジャック・バウアー。そっから取ったんじゃねえかな。チャック・アウアー主任が記念の上長となります。なりま。記念、なりますか。2012年8月13日 AM 9時に、シグマエリア警備室で職員証をお受け取りください。今後のご活躍を期待しております。 SCP 財団第105号サイト105号サイト1人事部確保収容保護。これはさ、カール君はもう SCP っていう単語しか知らないんじゃないの。あの名刺の勝手になんか入職おめでとうみたいになってる？もしかして。ちゃんと面接受けた？大丈夫？ロキ違反してない？もういつの間かも、これセルってさ、もう確立されてることじゃない。人類の文明が始まってから、この世界にはあらゆる種類の道に溢れている。ほう。もう何じゃこれ。それらの存在により人類の平穏な生活は打ち砕かれる。確かに、いろいろやばいやつってあるよね。我々の科学がいかに進歩しようと、いかに世界の限界を押し広げようと。大丈夫？なんか被験者が。D クラス職員かな。理解を超える異常な事物こと、存在し続ける。それは何か、何のためにあるのか。だって、なんかいっぱいあるね。この問題は人類を悩ませ、正常な生活を脅かしている。確かにその通りだ。なんかいるぞ。この状況を受け、我々は SCP 財団を設立した。要は設立して止められたよな。異常な物体、個体、現象を収容し、世界の正常性を守る組織。かっこいい、ここだけ聞くと。その目的は世界の大多数の人々が恐怖を知らずに生きられるようにするためだ。なんかやばいやついる。人々が太陽の下で暮らすとき、巨神兵か。我々は影の中でそれらの戦い、大衆のみに触れることを防ぐんだ。世の人々が理性的な普通の世界で生きられる。長いな、この地下。我々は確保し、収容し、保護する。3C みたいな。
ゲームズスタジオ。まあ、SCP 財団っていう、まあ、財団がいて、まあ、さっきのお話の通りでね、異様なね怪異とかを人知れず回収して、まあ、人々でね生活を守るという仕事ですね。 SCP シークレットファイルズでございます。この画面のちらつきが俺にはすげえ気になるが、大丈夫か、落ちないか、読み込めてないんじゃないか。あ、ついた。はい、もう早速動けますね。マウス、キーボード、遅い。俺キーボード操作って苦手なんだよな。あー、ミッションオンステートメント、おー、まあ理念みたいな、私たちはみたいな感じかな。 SCP ファウンデーションですね、おなじみので。まあ SCP 財団、あー、この、まあ、施設にね、まあいろいろ収容されてるわけですね。いろんな、まあ、人類が太刀打ちできないというか、ものがあるわけですよ。入れんし。まず、ガードキー。E で拾う。ね、このレベル1とかね。今回主人公は、職員だから、それなりにまともな位置にいるんだけど、いろんなゲームだと D クラス職員って言って、ほとんど犯罪者とか、使い捨て要員のね。お、914。俺の誕生日。いやー、運命を感じるね。ディスティニーを感じるわ。ディスティニー。フォーチュン。なんだっけ。ちょっと開いてますね。開いてない。ね、D クラス職員って、の最底辺として、まあ、いろいろね、改善されたりとかもするんだけど、今回は、主人公は、ちゃんとした職員ということでね、扱いはそう、全然違うんじゃないか。WSD で、指紋を移動します。はい、OK。指紋を移動させる意味がわからんけど、俺はどっち側の操作をしてんだよ。あ？セキュアコンティニープロジェクト。スワイプ。でもあんな SCP 財団のくせにカードキーはちょっとセキュリティ的にどうなの。はい、あ、5月25 1989年、まあ今だとしたら、あ、30、あ、それはありえねえな。じゃあもうちょっと前の話だね。工科大学、まあね、まあそう考えるとちょっと昔の話なのかな。若いだろうと思う俺である。今後数多くの機密ファイルやコピーファイルにアクセスすることになります。全ての機密情報を理解し、財団の各条例準則を承諾の上遵守してください。はい、 SCP 財団、どう言います、読んでないけどね、読まれてないけどね。普通ここにリンクみたいあるじゃん。業務開始の前にアーカイブ部が、アーカイブ部、日常業務で使用するツールをご紹介いたしましょう。これなんかすげえ面白そうじゃない？なんか全然、ちょっと予想と違う、こんななんか、ポータルサイトみたいなのあって。直属の上司がミッションをミッションモジュールに配布します。新たに任務がある場合は、ボタンが赤く点灯して知らせます。という、あ、友達だった。サイト内のお知らせは主にインスタントメッセージシステムを使用します。ここではメッセージをレベル2暗号化処理していますね。常に赤い点灯にご注意ください。最終的にここ乗っ取られるんじゃないか？いたよな。オールド AI って最強なのか。AI の SCP ね。訓練は財団における有効な情報共有手段。まず、新人研修。嫌だね、新人研修。世界の動向もわかるんだね。はい、ありがとうございます。友達？え？おう、おう、勝手にチャットすな。勝手にチャットすな。俺を仲間に入れんな。あ、俺もなんか言わなきゃいけない？あいつ、全然なんか、全然あいつ、あ、勝手に打つ、おい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 、びっくりした。皆さん、はじめまして。どうもよろしくお願いします。って言うかと思ったわ。
あいつ全然返事しねえな、みたいな。ずっと既読かよ、みたいな。わー、よっしゃ、しゃしゃしゃい、しゃしゃ、全然違う、おい、急にシュンってなんだ。ああ、学歴アピールすな。学歴アピールすな。生物学と哲学を専攻することってあんだね。ああ、アメリカ版顔文字。横ね。MIT? 大した俺こそゲント・アンダーソン。やばいやばいやばい。こいつ、ライバル嫌なやつだけど、実はなんかね、最初に友情が芽生えそうなやつなんじゃねえの？おや？学歴コンプレックスですか？煽っていく財団っていうのは名門大学が好きだよな。そういうやつは片っ端から資料部門に入れてくる。ああ。お前らジョナサンのことも忘れたのか、どうした？ジョナサンって？やめろ、腹、くちゃっとすな、もう。ジョナサンはハーバード、いや、スタンフォードだったか。どういうこと？急に話しかけんな。リッグ&モーティーってなんだ。ああああ。無視すな、話を。じゃあ、あとムーア、マイケル・ムーア監督の話を無視すな。まあ、名門大学連中は学歴を跳ねかけ、謙虚さを知らねえと。あんな大惨事なもの当然だ。まあ、資料の金に危険なんてあるんですか？すっとぼけ。SP24、なら、触り、左手を失った。記憶消毒。しれっとやばい単語、放り投げてくんなよ。ああ、それはステーキ、あ、焼けたのか、もしかして。私は彼が財団をもっと、え？どういうこと？あ、そういうこと？一人だけなんかアニメの話してんのか、ずっと。D クラス職員よりも存亡率が高い。消耗率が。ああ、名門大学卒業ね。救護室。ああ、スチュアート・ムーアよ。マイケル・ムーア急に、お前だけなんか盛り上がってんのは。お、ジャック・バウアー。ジャック・バウアー来たぞ。おー、バウアー感ある。あんまり見てないけど、俺24時間、24時間にしちゃった。24だった。ゾーイ。ああ、はいはいはい。あ、ゾーイ、この人ね。全然話を見てなかったね。お前はこれだ、つって。ああ、これって首ってか、うっす。日本語訳結構いいよね。はい、ボス。お前はアニメの話しとけ、ムーア。何もコメントねえ、スチュアートに対して。ボス、僕は何をすれば？お前は今日は研修だろう。すべての収容資料を検査、整理、分類、修正すること。焦ることはないぞ、心理。正式勤務に入る前に、まず、新人研修を受ける必要がある。会議の連絡が来るだろう。了解です。あ、この目上の人に了解って使うんじゃねえ、みたいな。あ、一個しかないのに、選択肢で働くな。働くな。ここで働けて、本当にこういう、まだ働いてねえんだよ、お前は。まだ働いてねえんだよ。ははははは。思うような場所、どんな説明を受けてここに来たんだ、お前は。生き延びる術を学ばなきゃいけない。誰も君の心配なら、自分で能力を証明するな。はい、アウア就任。いや、前半が変なこと言ってただろう。もっと突っ込めよ。ハム博士の担当か。俺はきついぞ、カール。誰だ？エチケット袋を持っていた方がいいかもね。何言ってんのよ。ハム博士は財団でも指の優秀な、収容スペシャリストよ。おー、怒られてる。仕事に取りかかれ！仕事に取りかかれ！無理。店を保って、ルイス、レイラ、イフォーを忘れるな。会議の幸せ。うわ、なんか、マジで俺、ちょっと、このパソコンやってる？俺なんか俺のパソコンなんじゃないかって思い始めた。じゃあトレーニング行こうか。第1クラスレイモンドハムの、まあ、会議室ね。オンラインミーティング。おー、そうなんだ。ズームかな？ショールームに入る。再生できない。え、ちょっと待って。俺マジこれやってる？俺パソコンこれ。ミームレイキューじゃけしてる。できんのかよ。はい、研修会議は間もなく始まる。いいね、ワクワクする。ワクワク。ほら、ワクワクす。最高か。さあ、はじめはなんだ。ジェイソン・カーター、ジェイソン・カーター、元死刑囚だ。
釈放と引き換えに SCP 財団で30日間当たることに同意した。その殺人罪とこの30日のイコールで捉えられるってことはやばいってことだよね。任務完了の暁には彼は晴れて自由の身だ。それはそれでやばい。もう逃がすつもりねえじゃん、30日の間にさ。死ぬこと前提でしょ。D503。30。え、待って、もしかして？このジェイソンの俺が操作することになったよ。やっぱり。まあ、ジェイソンの回想というか、記録なんだね。これを主張してるってことだよな、俺は。おかしくね？俺はこいつの目を通してんの？パール。私、失敗しないって。いい質感だな。ちょっと何？ポリゴン、カートゥーン要素というか、よくわからんけど。説明しろ！俺はこれ何を持たされてんだよ。レーダーだが、まあ、SCP 財団というか SCP のゲームにおなじみの稲見さんという方がね、おられるんでね。あ、もしかして。部屋にトイレも何もなかったな。30日間絶対生き延びられないと思う、俺。外じゃん。え、もう自由じゃん。D503、あ、この感じ。仕事について何も知らされていない。なぜ？彼自身で探し出さなければならない。どういうこと？なんかいっぱいいるんだな。なあ。は？え？目標、ゴミを収、あ、あれ、うん、えー、なんか社会保守活動しろってことか？え、ブレーキー。え、どれ来たのえ、しろしろ。ゴミ回収？そんなんで許されんの俺。殺人犯だぞ。急ブレーキ、全然ブレーキ効かねえ。急で終わり。もうじゃあ、ブレーキしてる。ゴミをね、取ってこう。とよう砂の上走れんな、車で。いや、誰が捨てたんだよ。割れたポリタンク、プラスチック。燃料容器100年かけても自然に帰らないしぶといゴミの一つ。確かに流行りの SDGs ですか。30キロあるの？30キロあるやつよう落とした。30キロこうやって持ってんの、なかなかに見込みがあんな。あ、置いてある、いいね。あれ引っ張るところか。でブレーキのタイミング考えなきゃ。乗れる？登れるか？頑張れ！お前ならできる！もう少しだ！ちょっと斜めに。おいしょ、乗った。そこ左ハンドルが左に降りるんだった。ほんとプラスチックってね、ほんとに。マイクロプラスチック問題ってやばいよね。タイヤを捨てるな！打ち捨てられたタイヤの溝には砂が詰まっている。車が人々の足となって以来、フルタイヤの数は増える一方だ。なんだこのゲームは。なんだこの説明は。ゴミ問題に向けた、なんか環境へのメッセージなのか、これは。まあまあ、ゴミはね、特に自然に帰らないものはね、捨てないようにしましょうや。あ。最終的に海に流れ着いてさ、いろいろ細かくなってね、人体のね、血液のなんかが見つかったんでしょ、マイクロプラスチックって。やばいじゃん。何が血液かわかんないじゃん。あ、これはやばそうだ。割れたドラム缶、危険物マークの貼られたドラム缶、危険な液体がそれに漏れることを防いでいたが、役目を終えて捨てられた。さらっと言う、ちゃんと廃棄物処理しろ。あ、そこ俺をバックできる。よいしょ、回れ。よし、どんどん拾ってこや。
サイドブレーキ引いたか。なんだこれ、俺は拾えねえだろお前。錆びた鉄パイプ、バルブが錆びて回らなくなったパイプ、本当は再利用も可能だが人類は捨てることを選んだ。すげえ環境に対して文句言ってくる俺ら人間に対して。まあ、確かに再利用は可能だよな、金属系は。頑張れ。よいしょ。さあ、最後の、ゴミを拾っていこうか。危ない、危ない、こんなところでラリーカーすんな。よし、あとはこれだね。青い車止めです。安定した三角形のフレーム構造も砂漠の風化には勝てる。まあ確かに、あの土台がね、砂地になっちゃって流されたって話なのかな。なんでこんなんか、消化量はあるか、焼却炉。今100kg でいいところを俺は 200kg 持ってくわね。すごい貢献度じゃない。どうすんのこれ、降りればいいのか、ちょっとバックで入れるのか。ああ行くんかい、行くんかい。このなんかあれ漫画調の画面、まさか俺が焼却される。あーおーった、俺びっくりした。あ、じゃあお前もゴミだから焼却なみたいな落ちかと思ったぜ。スイッチを切る、かてえな。どうすんの、焼却できんの、鉄パイプ焼却できんの、溶けるだろお前その扉の一部とかす、それでいいんか、分別しようや。黙々もそら黒い煙が出るわ。いや楽な仕事だぜ、1日目環境保護活動なんだもん。SCP プロトコルマンデイツから精神状態検査を受けることは義務付けられている。うん、いい、はい、レベル2精神検査なんだ。あ、ちょっとちょっと普通に頭使うやつやめろ。まあまあ頭使うやつやめろ。え、どういうこと、回転できんの、え、回転できんのか。あ、できなさそう。あ、しかも、なんか、一発だったわ。はい、OK でーす。やんの、まだ。まあ、大体こうでしょ。で、大体こうなんだよ。あ、うん。そうだね。いや、これはまだいいか。先にこれ、あー、違うな。お、なんか難しくなったぞ。いけるか？いや、ダメだ。こうか。で、よし、OK。危ねえ、危ねえ。なんとかいったわ。やったぜ！なんか、すげえ気持ちいい。負けてるー！え、これなんか関係あんのかな？ 30 秒は頭おかしい。お前、ほんとに D クラスかよ。契約時間を算定中。まっか。びっくりした。本当の30日間かと思った。30×24 で。わーと。ハンバーガーくれる？飯の時間だ。本当にハンバーガーだ。落とすな！お前ちゃんと受け取れよ。腹の美味しさじゃねえし、業績。業績実績のロック、腹の美味しさって出ました。さあ、寝るの？これ30日間単純に、ここにいる方が疲れんか？え、なんだ？ああ、ベッドくれるんだ。あ、どうやって飯できたん？今。こっち、ベッド何？あ、寝た。はい。実験初日ね。2001年ね。え？確か今が関係ない。あ、さっき見てくれなかったっけ？
確かに、こんな仕事は死刑囚を釈放に値するのかと思われた方もいるだろうか。確かに俺もそう思ったよ。誰かっこいい、イケメン。私はサイト83所属レイモンド・ハム。本日の研修会に参加誠に感謝する。今回私が取り組んでいるプロジェクト SCB-9457 をご紹介したい。嫌な予感がしてきたぞ。先ほどご覧に入れたあの砂漠は SCP-7457 本当そうなの？この砂漠の研究協力してきてくれたボランティアだ。おイケボ。 SCP-7457 一帯を財団が管理するまで329人がここで行方不明になった。329ってわざわざ一つずつ言うな。そのため我々はその原因を探る封鎖に踏み切った方。財団に着任したばかりの諸君がこれからお話しする SCP-7457 の経緯を知っておくことは有益だと考えている。実験材料にされてんのか。やっぱその前に何か質問がある。誰かっこいい。はじめましてハム博士。サイト80のグループだってグループバーグルーズどうぞ。財団については前からある程度知ってた。知ってるはずがないけど、アノマリーとは人間の形をしたものではないのでしょうか。砂漠というのは、なるほど。違うな。まあ違っているぞ。That's a good question, Will. いいんかい。All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. 我々はアノマリー、異常存在と交渉する。人間型、場所型、物体型、さらに我々の知る法則では説明できない様々な現象のことだ。よう、これ管理できてんな。まあ、できてないんだけど、これはアノマリーを確保し、封じ込め、一般市民から遠ざけることが財団の役目だ。一般市民、封じ込める方法がすげえよな。これ込めてんの？Next question. 誰？ Hello, マーク。I'm Mark Harris. あ、マークは違った。なんでみんなイケボなんだ？イケボじゃない、イケメンなんだよ。なんか一人お笑い要員くれよ。ものすごい格好のやつくれよ。ヒゲちゃんマークは全然話してなかった。Is that everything you see? 映像に映る一切が SCP-7457 一部。じゃあこの部屋も。SCP anomalies?Can be a little difficult to understand. 一見理解しがたいが、みんな固有の法則がある。はい。おお、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 最後まで見れば私の言ってる意味がわかるだろう。こんちくしょう。Okay. では、続きを見ていく。こいつの観察でめっちゃ8日も生き残った、こいつは。最初の1週間は極めて涼しかった。しかし、8日目に新たな展開があった。23。起きまーす。なんだ？あー、びっくりした。だってこれ全部がもう SCP-7457？ 全然見てなかったわ。7457だって。7453やったっけ？もう全然忘れた。走れ！行くぞ！仕事、今日も仕事だ！Let's have a look at what happened.なんだ、何が起きた？海か？もしかして。あら。いい星。またゴミ？どんだけゴミあんの？あ？あ、びっくりした。もう結局、まあ夜の仕事だってことだろ？別に何も変わってないと思うけどな。あ、遠いな。あっちから行けよ。うえ。ここだ。あ、あれか。暗いからね、あんまり見えないな。なんだ？あぁ！ワイヤーがなんか動いてる。奇妙なコードリール。黒いコードが絡みついたリール。固く巻きついており、中が何なのかはわからない、見た目よりもずっと持ち上げるのに苦労するぜ。110キロを持ち上げるお前の方が SCP なんだよ。もういいじゃん。え？あ、びっくりした。動けねえと思った。また間違えた。
110キロ持ち上げんな、軽々。描写しろ、なんか。これは？これはただ部品っぽい。壊れた室外機。旅にまみれた室外機。温暖化により、現代人はエアコンを手放すが、エアコン内のフロンは回り回って温暖化の原因となる。だからすげえ文句言ってくるんだよな。すげえ文句言ってくるんだよな、人類の罪を。暴いてくるよね、こいつ。社会派か？ここで、ジャンプ！待って、駅。うわ、危ない！しかし、このトラックは SCP。必ず元の位置に戻る。すげーすげー、このトラック、なぜか右ハンドルになってる。またドラム缶が落ちる。腐食したドラム缶、表面が腐食したドラム缶、中の液体は腐食性が高い。正規の手続きを踏むことなく存在にタバコエッセされた。これは問題だわ。単純に問題だよ、それ。なんかこの砂漠自体がさ、なんか結構その人類に対して怒ってんじゃないの？あの、これがお前らの罪だぞみたいな。っていうのある？いらっしゃいませ。お前は出たのか？よし。自分で奇妙なリールって書いたんだよな。ちょっと、まあいつも通りやろうか？どうした？ただ最初のアノマリに遭遇したことに気づいていない。確かに見てはないもんな。これやめときわかんねえな。やめときいつなんだこれ。長えぞ導入が。はい、こうまだ精神欠損か。三角形を含むという画像を3枚選んでください。はい、これこれ。三角形ある？ある？これか？こんなもんか？え？いや、単純にむずい。これか？え？三角形？あ、ここ？見ようによっちゃこれも三角形。三角形？あ、3枚だったわ。全然話聞いてなかった。これでいいか。え？なんで？三角形、三角形、三角形か。すんません。計算結果、これ、やめろ。5になる画像やめてくれ。もうわかんねえよ、俺。15。3515。おー、検査結果が5。あ、これもしかして全部5になる？あ、これ一緒じゃん。なんで？え？なんで？ 5 にならない？あ、やべ、頭悪いって思われてる。は？あ、そうか、これ違う。こうか。ふふふ、しまったー。割り算は、掛け算と割り算は先にやられるんだったー。みんなテストに出るよ、これは。いや、惜しかったね。ほんと1分30秒か、5秒かかったか？よし。でも1週間かけてやっとアノマリーに遭遇かーって感じだけど。飯は？あ、夜だからねえのか。That night.その夜 D503 生体データに異常な揺らぎが現れた。ああ。分析の結果、D503 はこの時夢を見ていたと考えられる。夢。ああ、アルファーファー出てる。どんな夢だったかは我々には知る由もない。なんだ。しかし、俺は今見えてるぞ。の砂漠なのに海の夢を見たと。どういうこと？この
前代に出てきそうな山肌が。どうした？ん？なんだ？あれは一体。745の観察分析。8日目は一つの天気だった。SCP-7457 が初めて D503 に影響を及ぼしたのだ。ここまでで何か質問があれば。あ、仕事しろ。顔のつくりは一緒か。スペンサー・ジョーンズ。アロスペンサー、ふたふたなあがる。なぜこんなにゴミを拾わせているのか、まだよくわかりません。いや、これ自体が SCP-7457 なんじゃないの。こんな仕事を与える必要はないように思いますが。OK。我々の観察では、7457は8分37秒ごとに新しいゴミを生成する。ゴミを収集しなければ、あ、すぐに外の世界に溢れんの？もっとも、それが生むゴミの量は人間が排出する廃棄物と比べればビビたるものだ。急に深刻な話を入れてくる。しかし将来的に大きな問題に発展する可能性が否めない。だ定期的に誰かがやらないといけないのか。これは D503 の反応を監視するだけでなく、ゴミの抑制にも役立つのだ。でも何の意味もなくゴミを吐き出すのはどうかと思うぜ、SCP-7457。あるかどうかわからないものに神経質になりすぎなのでは。おい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 、分かってねえな、この新人はよ。はあ、やれやれだぜ。我々の背後には一般市民が暮らしているということだ。そういうことだぞ。小さな目を摘み取っておくのが大事なんだよ。何が起きてるかじゃもうせえからな、これは。はい。慎重に慎重を重ねるのが SCP のテスト。わずかでも油断すれば大きな災いを呼びかねない。Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. 確定。実験開始から15日目、7457は D503 の体に大きな影響を与えていることが検出された。おう。ブレーダー、つまり計測器の復元データから彼の行動経路が再現できる。それは悪い一日だった。最悪と言ってもいいだろう。いつ死ぬの？死刑囚ということを差し置いたのだ。かわいそう。やばいことになりそうだね。さあ、朝起きますよ。暑そう。見てしまった、ついに。あ、そうか、生成してんだか。ゴミを。ケーブルが。あ、自分と？やったぜ。じゃあ、使えるな。第二次大戦記のモデル。おお、そんなあったんだ。モニターとハンドは広く擦り切れており、受信機は動作しない。砂漠に長く埋まっていたようだ。まあ、完全に生み出されてる感じだけど。ああ、バックでよかった。じゃあこれは？よし。なんだ？また生み出して。またお前か。変なもんばっか作りやがってよ。コクーンか？これ。硬くなるしてんじゃねえぞ。ああ、これは、話は一緒かな。100キロを持つな、簡単に。まあ、こんだけか。こいつ12時間ごとになんか出てる？もしかして。そんなことないね。8分だったら、8分30秒できるんだったら結構かかりそうだよね。あの運転からとは思えない平常運転っぷりだが。お疲れ。ん？捨てられたタイヤなんか持ってったっけ
persistent adverse physiological reactions. 環境活動家の実績を排除。He still managed to complete his work in 2015. 今日も働いたぜ。でもこれ燃やしたけど、この燃やした灰もゴミだよな。サンストーム。車？いやいや待てや。収まるの待てよ。通り過ぎの待つしかないでしょ。完全に道しるべがあるんだが。ああ、俺を呼んでいる光だ。やっとあそこで休めるぞっていうパターン。何かがあっちに全部向かってんだが。まあ SCP だからね、すなわち多分待っとっても収まらないんだろうけど、これ SCP 多分有名な SCP なのかな。知ってる人ってほんとすごいよね。ああ、あれねとか言いそうだもん。スター謎の施設に着いたぞ。24やった、だったっけ。ちょっと見とけよかった。あっとったんか。やっぱり違うサイトか。え、いやでも一緒なんか。なんかすげえ支えかれてる。なんだ、誰だ、俺か。なんだなんだなんだ、何かが見え、電話ボックスみたいなやつある。あ、あ、あ、え、あ、動ける。動けたの。動けたけど、なんか、戻された。ライ。嘘。私の年収低すぎ。問題。え、どうしたん、この人。やめろ、やめろ、渦巻き俺に見せるな、吸い取られる。やっぱなんか出てきたぞ。ムーンホールって見た。ん？電話ボックス、本当に電話ボックスだった。これなんか見たことあるな。感じたことはないか。知らない声に呼ばれているのか。なんかこう、ない。すげえ、ほら、あ、生きとった。夢だったのか。約13時間後、全身を震わせながら D50 さんがサイト08にも、あ、08じゃん、全然。よう戻ってきたな、お前。どこ行っとったって、なんかよう戻ってきたな。お前、そこらすげえわ。射殺してくれや。え、どうしたん、こっち着いて。巨大な揺らぎが発生。幻覚が見える。俺が特殊能力を、どこか隠すな。あ、中止とかあるの。おお、怒んな怒んな。 D503 was able to break away from the foundation. そこなんで空洞ねんて。なんで開いてんだよ、しかも開くんかい。おかしいでしょ。なんでこれ。あ、いろんなやつらが、あ、そうか、さっき24のサイトでああなった人間を見たわけで、差が出られないと分かってしまったと。だからないって書いてあったね。ああ、そういうことだ。釈放されるって思ってたけど、聞かされたけど、もう絶対に逃げられないってことを分かったわけね、あいつは。先人たちは。
で、こいつはかろうじて逃げてきたわけだな。逃げるぞ。もう線しか見えんけど、眩しい。いや、あの目、なん明るさ暗くした方が絶対見やすい。逃げるぞ。ほら逃げるぞ。おーい。それで演出じゃなかった。俺がおかしかったのか。逃げろー。いっぱいなんか逃げてる跡がある。だからゴミがあんのか。めっちゃゴミある。おお、大丈夫大丈夫。そのトラックは転がっても元に戻るから。戻らんのかい。あ、なんだ、あっちだ。俺は今どこに。呼び声聞いた。なんだこれは。人は人場所は運命を自分が握っていると思い込む。ああ、すべての選択が自分の自由意志であると錯覚する。ああ、ちっぽくな存在だがこの人は。でも自分の自由意志であることを分かってるのは大事だと思う。な、何？それが違うとしてもやで。自分の自由意志だって思うことは大事だと思うんだよ。分かっててもあくまで。分かってないのに自分の自由意志だって思ってるのはおかしい話。で、俺はどこに行けばいい？で、もうすぐ1時間経つんだけど、こいつの話長くない？まだ俺仕事してないぞ。あ、こっちか。全然見てなかったわ。この上は別に登らなくていいのか。わわ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 。タイヤめっちゃ捨ててある。いや、タイヤ結構なんかいい感じに揃えてんのよ。ウェーブみたいなね、クモの巣。でも砂漠と電話ボックスは何の因果関係があるのか当てれば。じゃあ、あそこでこう6人はかけられないでしょ、狭くてさ。あっ、繋がれてた。謎の終わり。自分の心に従った。あ、で、まあ、あー、なるほどね。捨てられたと、さらに。で、回収されて、燃やされて、で、また回収したやつがいずれああなってっていう永遠の繰り返しね。1個だけかい。100キロ、100キロ重かったな、そう思った。まあ、というわけでござんした。いやー、皆さんどうでしたかでしょうか。ははは。なんだこれ。48時後、実験に参加した D722 が、ああ、回収施設から49キロの地点で D503 のレーダーを発見した。ああ、同じように出てきたってことね。じゃあ、あの前のレーダーも、過去のものだったってことか。特定機関に様々なストレスを受けることがわかる。それにより神経系の乱れや不可解な幻覚を体験する。まあ、単純に疲れたわけじゃなくて、現在までに砂漠を無事に離れることができた参加者はいない。なんで砂漠の存在わかんだじゃん。財団も31名の D クラス職員を失った。
実験を名を持つ実験というか。大丈夫、人おる？職員がこれが財団と立ち向かうのは、地味猛烈の、職員の悪らせ、殺し、あるいは死より恐ろしい目に合わせようとするだろう。でも、いい奴らもいるんだよな、確かな。SCP-7457 は、まさに今後職員が対峙する存在の縮図といえよう、もうやめたいです。もうやめたいです。もう退職させてください。退職金はいりません。財団に加入するまで、職員は各分野の第一線で活躍していた FBI エージェント、セキュリティ研究員。FBI エージェント、ナショナルセキュリティエクスパーツ。SCP には諸君の治療も実績も通用して、なぜ呼んだ？高学歴をなぜ呼んだ？アクセルは肩をいつくも、いつく、いくつもってようが、やつらなんだ。あ、ちぎり等しい。じゃあ、あれでもいいじゃねえか。最も重要なアドバイスを覚えておいてほしい。危険を犯すな。さもなくは死ぬ。さもなく死ねかもしれない。諸君は自分が思うほど便利ではない。もし、アノマリーに遭遇し便利、プライドなどすべて一目散に逃げよう。逃げれんって言ってんだろ。それが唯一できることである。ここには神などいないのだから。新人諸君。財団へようこそ。ドラえもんのハーム博士、これで17週最初の授業終わる。すげえ、きっかり1時間ぐらいだ。休憩15分からリンクは切れんな。ちょっとずれてんだよ、真ん中。はい、コースを強化してください。俺が強化できんの？コースの手配はできる？あんた確かに。解説は適切だった。ビデオ会、ちょっと潰れちゃなかったかな。会議通知のタイミング、ちょっとそれは違ったかな。なんだ？お、これいいね。早速マーキングされるぞ。記憶上、もしルールに注意しなければ、ジョナサンのように記憶上状態を打たれて家に戻されやすいということが分かった。その話一切しないけど、ね、ここでよ。お疲れさん。まあ、そんな感じで、なんか、長いな。一が切りどころが長いんですけど、ね。SCP-7457 の生態をね、垣間見ることができましたね。はい。はい、どうだった？誰かアスピリンを一日持ってないですか？ちょっと頭痛くて、みたいな。気持ち悪くて。おーおーおい。カール、これは序の口をやめろ。早くここに慣れてね、やめろ。はいしか言えねえ。はいしか言えねえ、会社。つら。そうしか返してくれねえ。同僚、つら。教えたがりな。ありがとうございます。だいぶよくなりました。ごめんなさい。飲んでないです、まだ。薬飲んでないです。SCP 利用ごとかある。怖いです。もうやめたいです。退職代行使ってもいいですか？この1時間は地獄だった。他の人たちはどう耐え抜いたのか知らないが、僕は研究室を抜け出した。崖跡病院と冷たい水の中に落ち、まとめ水を喉に詰まらせてしまった。僕はなぜこんなことを思い浮かべたの？崖にも滝にも行ったことがないのに。けれどもあまりに真に迫っていた。口いっぱいに生臭い川の水の味までしたのだ。何はともあれ、これが財団での勤務初日だ。食堂のビュッフェで何か食べよう。そうすれば胃が落ち着くに違いない。え？あ、生きとったわ。生きてたわ。2012年。8月13。まあ、やっぱ20何歳かな。うん。あ、ビュッフェか。ビュッフェで何かをクローズアップするな。